ちゃう気持ちです。はい、あのキラーフレーズ、あのしばらくこれに行くことになりましたんで、本当にあのいろんなアイデアありがとうございました。またこれから頑張っていきますんでよろしくお願いします。で今日は、肉体改造をしていこうということで、僕普段一人でやってるんですけど、そこにですね頼もしい仲間が、一緒にやらせてくださいということで声をかけていただきましたので紹介いたします。どうぞ。どうもじゃあうまいこと失礼します。この前音楽動画で歌っていただいた和蔵くんです。お願いします。和蔵くん、僕が会った時確か70キロぐらい。そうですね、70キロぐらい。ね、本当に小栗旬も、小栗旬か、俺も彷彿とさせてました。どこ行けないよ。本当にかなりイケメンだったんですよね。ジョブって大変ですからね。で、今何キロ？今120。ちょっとパンプアップしすぎだと。ちょっと大きくなりすぎちゃった。なるほど。はい。和蔵くんもちょっと一緒に体を今から作っていくということで。和蔵くん目標はじゃあ何キロ？とりあえず2桁目指したい。2桁。2ヶ月、3ヶ月ぐらいでやる。お願いします。やろうか。バキバキ鍛えてますか。バキバキに。はい。わかりました。じゃあ、今から2人で肉体改造行ってきますんで、頑張ろう。頑張ろう。よし。はい、じゃあ、打ち出し向けて、今日もやっていきます。燃費の悪い体にする。燃費の悪い体、スポーツ感みたいな体にすると痩せやすくなる。なるほど、それは、そのためにやっぱり筋トレが、必要ということで、今日やっていきます。で、筋トレもどこの筋肉を鍛えるのかっていうところで、大きい筋肉を動かす方がパワー使うんで、大きい筋肉を鍛えた方が僕は一番早いと思ってるんで、今日は胸をやっていこう。胸を。わかりました。で、おすすめはあとは背中と足。はい。この3つを1週間で3日、はい、3日やっていくと、であともちろん食事制限、これはしていきます。もう無理のない範囲で。わかりました。やっていきましょう。わかりました。はい。取れ前に、アミノ酸です、これベンチプレスは主に肩とあと大胸筋、三頭筋3つ同時に入れれるけ、非常に美味しい。エッチ、どうぞ。もう入っとんなら入ってみる。出ますね。早い。いやだ。これはまあ。肩痛めたのが青年部の先輩との腕相撲。ストレッチ&スクイーズだから。よし行こう。
オッケー、1 2 3 見事見事でございます。4 1 9 OK、あれですね、はい、ストレッチ絞れ、オーケーオーケーオーケー、ナイスアウト。死ねる死ねるよ僕は後悔しています。この後、トレーニング終わった後は有酸素30分という形なんで、今日はここまでということになります。上部が変わりますから、僕も変わりますから待っててくださいね。じゃあ一緒に頑張りましょう。よし、今日はありがとうございました。また来週。